この家庭学習の売上貢献度、利益貢献度が一番大きいというこの実態ここの手当なくしては全社的な発展もないとベネッセは通信教育真剣ゼミの会員向けに iPad で利用できるデジタル教材を無料で提供します来年春のサービス開始を予定しています主力の真剣ゼミは少子化の影響などで会員数が減少傾向にあり ベネッセでは会員の継続率を高める戦略を進めながら会員数の増加を目指します一方、アップルコンピュータや日本マクドナルドのトップを歴任し6月にベネッセの会長兼社長に就任した原田英子氏は外部からの社長登用について知らないからこそ勇気を持って変革ができると持論を展開しました